怒るで、石なんかない。危ないもん。アリがおる。アリなんていません。こんなところにアリが。アリはいるかもしれんけどさ、確かに。あ、バトン。うるさいもん。だってありえへんことしてっていうことでフードコートにする？ご飯？フードコートがいい？一回外見て外見てもそうもない時間ない？でもあれや20分からやからね20分に行けばいいってもんじゃないからまあそうやけどあれ具合でご飯と私にするそこが空いてるんやったらまあ一回見てみましょう販売したそれはそうやね。デザート買ってる。デザート？うん。もう売ってないよ。早く今買っとかない。だって映画見たらもう嬉しい。売ってる売ってる。え、青木さん。うん。もう今買っても無理やからいいわ。え？だって、まあ、そうや、ね。保冷剤持たへん。うまい。じゃあ諦めてください。ブス。じゃあブス。映画見てきまーす。ブス。うるさいんだよ。ブス。ご飯と私に来ました。人気何の人気セラそうなの どこ情報それネット情報でも今日チケット取るとき席一個も埋まってなかったけど盗撮してんじゃねえ盗撮じゃないねあんた YouTuber やな著作権やなあんたに著作権はない何常識人ぶってんのあんた写真撮ってやばいな常識人ぶらんといてこれ何うまいもんもうまくなくなるこれブリなんしとったこれ何番見てわかるやろじゃあ美味しくいただけますか、うん、これさソースつくねあー確かに聞いてみたらお前らかかってないなドレッシングソースつくないの、うん、ちなみにブー太郎もブリいるわこれいるこれ肉豆腐でこれ2回ね一日中妖精おじさんですねでここはねあの明太子が食べ放題でそれが最高なんですよ明太子大好きなんで今ゆうちゃろうがおかわりを取ってきてくれてます、うん、ご飯もおかわり自由ですご飯最高すごい明太子が変わった魚とろろもこれ食べ放題うんそうやね卵もある明太子ドレッシングヒッターのおっさんが自分で主張してるみたいなめっちゃキモかったねほんまさめっちゃキモい可愛いの間違いじゃないメガネかけたヒッターのおっさんがなんか自撮りしてなおしゃれ食ってる人とか全然なできてないねそう、ほんまあの人すごいなんか YouTuber さんかなっていう感じじゃない、なんか言ったなおっさんの人なんやっていう感じで見れた最低じゃあね見て、映えスポットじゃないなんかユニバーに来たみたいえ聞こえてる、うん、耳ついてるあんたユニバーに来たみたいって言ってあ、ちょっとこの後ろで撮ろうこれちょっとこっち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 キレキレ違う違う綺麗なじゃすげえ綺麗普通だな観覧車をバックあああんたの普通だね確かに綺麗こっちの薄っ見えへんやん意外とちょっとこっち来てよ薄っあっこここれこれやんこれやん109シネマ IMAX やん109やんはい見てこっちなんでなかったはいなんでなかったんちゅう知らん集まるっすここのさうわ映画館すごいよなんか幻想的というかで批判殺到の黒人ありえる批判殺到の黒人ありえる批判殺到してるのサービーだっけどっちでもいいやんなありえる黒人や鏡やんなじゃあ見に行ってきまーすセーラーも月にかかってお仕置きよということで
ポップコーンペアセット買いました。そこミリア、うん、じゃあ行きますか、うん、セーラームーンの世界へ行ってきまーす。エグゼクティブシートです。ここ、うん、てか見えへん、何も暗すぎて逆でしょ。はい、ということで映画館着いたんですけど、貸し切りやな。お客さん誰もいない。あんたさっき人気って言ったやな。え？どこが人気な？人気やんか。ちょっと映画館の中なんでこれぐらいにしとくけど、あんたどういうことよ？誰もおらへんやん。イチャイチャできる。キモ。集中しろよ。はい、ということで映画終わりましたね。ブス、雨降ってんじゃねえ。もう貸し切りでしたね。ほんまに誰も来んかったな。うん、もうなんか好きし放題で、すごかったね。何が？え、こんな貸し切りの映画館久しぶりやなと思って。久しぶり？うん、初めてよ。そう、学生の時に一回ホラー映画見た時にさ、貸し切りや、ね。まあ、ああいうさ、うん、ポップコーンとか投げてくるのやめてくれ。あったやだ。貸し切りや。いきなりさ、口に入ったコップコーンの種をこっちに吹いてくる。ポップコーンってなんなの？え、ポップコーンって言ったね。乗れよもう。あ、めっちゃ綺麗、幻想的、めっちゃ良かった。セーラームーン皆さんもぜひ見た方がいいと思う。後編6月30日でしたっけ、うん、絶対見に行きます。最高でした。あとで予習させてあげるわ。あの、豚編集があるから大丈夫です。車の中で予習させてあげる。やっぱセーラームーンって綺麗ね。綺麗、いろんな見た目も心も。あんたにはないものを全部持ってるやろ。あんたにそのまま返してあげる。あんな映画館であんなポップコーンの種投げるような人はほんまにどうかと思うで。で、あのセーラームーンが進化するたびにな、踊り合ったり歌が始まったら一緒に大声で歌ったりできました。貸し切りっていいな。あんなちょっと値段以上のものをもらったと思わへん？確かに。なんかあのセーラー戦士3人組の名前、スターライツ。スターライツが変身するときってタップダンスするんだけど、その時も一緒にタップダンスしたりできたから最高でしたね。気持ちいいんだけど。じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。誰もしません。帰ります。するよ。して。誰もしません。うるさい。ちょこ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 、お前ら帰るんですよ。え、何が？自動ドア。